はい、じゃあね、次はハモ、こちらをね、磨いていきたいと思います。今からね、いいですよ、ハモ。まずね、軽くぬめりを落としていきます。ぬめりが取れたら、今度はお腹を開けていきます。お尻の穴より少し後ろの方、10センチぐらい後ろの方、血合いがね、この後ろの方まで入ってるんで、お尻の穴だけで止めると後ろの方の血合いが取れませんので、お尻の穴より10センチぐらい後ろまでこう血を入れておきます。そうするとね、ハムの血合いってこんな後ろの方まであるんですよね。ここがお尻の穴です。でも血合いっていうのはこんな後ろの方までありますんで、少し10センチぐらい後ろまで開けます。そうして中の内臓を取り出していきます。そして中の、特にね、ハムはね、身に血がつきやすいんで、しっかりとね、血合いを取っていきましょう。できるだけ赤いところを残さないように。はい、こんな感じですね。血合いをきれいに取りに行きます。本当にね、血がつくとね、取りにくいんですよね、歯もね。はい、こんな感じで皆お腹を割っていきます。はい、じゃあお腹が空きましたんで、今度はこれを三枚おろしにしていきたいと思います。はい、でね、ハモの、まあ特にサイズにもよるんですけど、尻尾のこの15センチっていうのはもうほぼ使いませんのでね、ここでもう尻尾切り落としてます。はい、じゃあいきますね。大名、もうアナゴを割る量とほぼ一緒なんですけどね、大名でこんな感じです。大名割り、まあこの時に気をつけるのが、できるだけね、背びれ、腹びれをおろし身につけないことですね。これですね、これをなるべく身につけないようにおろしていければ行った方がいいです。はい、こんな感じで大体おろして、どんどんおろしていきます。
はい、おろし終わりました。はい、じゃあ次にね、この腹骨、腹骨ですね、腹骨をついていきます。はい、おろし終わりました。じゃあね、これをね、骨切りしていきたいと思います。簡単刺身はですね、高い方を向こうに置きますけど、ハモの場合は押し切りをしますんで、背中が、これが腹側ですね、こちらが背中側、背中側をこちらに向けてください。こちらに高い方を持ってきて、こういう風に押して切っていきます。はい、じゃあまあとりあえずちょっとやってみますね。はい、皮1枚だけこういう感じでつながってます。皮1枚残るとこで、まあ寸止めじゃないですけど、皮1枚残るとこでこう包丁を振り上げて、皮を切らずに骨だけを切っていくって感じ、こういう感じですね。この皮1枚残すっていうのはね、やっぱりこう何回も何回もやってね、自分のその感覚、それをね、まあ覚えていくっていうか、これを繰り返していくうちにこうできるようになっていきますんで、あとね、この包丁と包丁の感覚ですね、もうできるだけ細い方がいいですからね。ちょっとこの辺で一回見てもらいましょうか。こんな感じです。このぐらいの感覚でいくと骨もね当たらなくなりますんで、できるだけ細い感覚で切っていくように頑張ってみてください。はい、感じでじゃあ切っていきますね。
で慣れてくるとね、こう切れながら大体、まあこれは湯引きにするんですけど、湯引きの一口大のところでこう切り落としてやる。まあ同じ包丁の数か、そこも外れまで来るとこうやって一口ずつの大きさでね切りながらやっていくと、後々切らなくてね済みますんで。特にね、尻尾の方に行くと、いっぱいこう入ってる骨が集中してきますんで、骨の間隔が狭くなるから、できるだけ尻尾の方ほど間隔を狭く切ってください。でないとね、ちょっと骨がね当たりやすいんで。頭の方はね、わりかし骨が分かれてますんでね、間隔が開くなってますんで、まあまあそれでもやっぱ細いに越したことはないんですけどね。はい、こんな感じです。こう皮肌にね、こういうふうな包丁の跡が見えるぐらい、このぐらい入れてください。まだね、皮肌がツルンツルンの時はちょっとまだ浅いかなっていう感じですね。皮肌にこう包丁の筋が見えるぐらいで、もしくはこう切った後に包丁を入れて、パラ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 と、まあパラパラ漫画じゃないんですけど、パラパラパラってやって、皮肌が見えてるかどうか、皮肌の、ね、黒いところ、こういうふうに皮肌が見えてるかどうかをね、こうやって確認してみるといいと思います。こういう感じでパラ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 と。はい、こんな感じでね、ハモの骨切りしていきます。まあここまでやればね、あとこれをね、まあ湯引きだけじゃなす、なき、いびきだけじゃなく、天ぷらにしたりとかね、まあ唐揚げでもいいんですけど、まあどんな料理でも使えますんで、ここまでできるように頑張ってみてください。はい、じゃあもう一つ持っていきますね。まあハムもね、上身下身っていうのがありますんでね、まあどっち側から切るっていうのもありますけど、必ずね押し切りで切ります。引いて切れないこともないんですけど、これはこれでね、また違う技術いりますんでね押し切りですから、まあ反対側の身だと今度は頭が左側向いて、背中がどう絶対にこっちに向くように、こういう風に設置してこうやって押してください。まあちなみに私は引いても切れますんでね、ちょっと引き切りをやってみましょうか。引くときは背中が向こうですね。まあ引いて切るっていうのは邪道ですけどね、それでも切れないことはないです。引く場合も必ず皮一枚残すような感じ。はい、こんな感じで引いても切ることはできます。だけど基本は押し切りです。こうやって皮肌がちゃんと見えるように、でまあ引いた場合でも押した場合でも皮肌が見える深さまで入れてください。はい、じゃあね、反対側向けて今度押して切っていきますね。ちょっとここ赤いんで、thank you.
はい、こんな感じで骨切りができました。これをね、指で指切りを作っていきたいと思います。今回は左右の方にもう塩が入ってます。一握り氷水を用意して夜分、まあ、適量ね、あまり多ければね温度が一気に下がってしまいますので、できるだけ素早く火を入れたいんですが、基準としてはですね、もう単純にこれポッコンって浮いてきたところ、そこをね、すくい上げてあげると一番いい感じで火が入ってるんですが、もっとね、生っぽいのが好きっていう人はまあ、さっとつけてもう揚げた方がいいと思います。まあ、当店の場合はね、作り置きしますんで、しっかり火を少しね、入れますんで、浮いてきたところをすくい上げて、すぐに氷水で冷ましていきます。はい、そろそろね、こう浮き上がってくるような感じになってきましたね。はい、じゃあこれでね、浮き上がったやつから作り上げていきたいと思います。まあ、時間的にだいたい1分から1分ちょっとぐらいで浮いてくるかな、ポッコンってね。はい、すぐに氷水で冷やします。鮮度がいいんでね、こうやってしっかり開きますね、ビヤーンと。これね、死んだハモをやるとこう、こう身がひっついたまんまっていうかね、こう開きが悪いんですよね。生きてるハモだとしっかりこう開いていきますんで、できるだけね、鮮度のいいうちにいい風にしてしまった方がやっぱり美味しいですね。よく開いてます。はい、じゃあハモ握り器完成しました。自慢の骨切りです。はい、今からねもうしばらく楽しめますんでね、見かけた時は買ってください。おいしいよ。